ダラム大学。ダラム大学は、イギリスの大学都市である、ダラム州ダラム市及びストックトンオンティーズ市にキャンパスを置く、国立の研究型総合大学である。1832年に設立され、イギリス伝統の彼ジ制を特徴とする英国の大学である。イギリスの大規模研究型大学連合で構成する、ラッセルグループ加盟校。2019年のインデペンデント市によると、 ダラム大学学部家庭入学者の英国大学入試、A レベルの平均得点は、前衛で6番目にである。インディペンデントスクール、私立高校出身が40%ほどを占めており、合格率は年によっても左右するが15%ほどである。また、ダラム大学の建物の一部とダラム大聖堂が、映画ハリー・ポッター、リトル・ダンサー、アベンジャーズなどの撮影に使われた。 ダラム大学は1832年に議員立法により設立された。ダラム大学はこの設立年をもってイングランドに現存する教育機関においてオックスフォード大学、ケンブリッジ大学に次ぎ3番目に古い伝統を持つ大学と主張している。ケンブリッジ大学やオックスフォード大学、ヨーク大学は同志のカレッジ制を採用した大学であることから 毎年4校間でカレッジ対抗のスポーツイベント、ドークスブリッジが開催されている。ダラム大学の起源は世界遺産である、ダラム大聖堂にある。実は1832年のダラム大学、開設以前にも設立の動きは2回ほどあった。第一はヘンリー・パッセイの知性の時代で、オックスフォードにダラム大聖堂のカレッジを設立する動きがあったが、 実現しないまま終わった。第二の試みは、共和政治外であり、1657年には、設立直居場が発行されるに至るが、オックスブリッジの強い反対にあってクロムウェルが、オックスブリッジに、妥協、またも設立計画は流れた。そして19世紀になって、ようやく解説が実現した。ダラム大聖堂の主教は、その統治する地域において、 生俗双方の権力を有していたことから、司教領と呼称され、豊かな財力を誇っていた。しかし、19世紀に、ダラム大聖堂の財産が徴収される恐れが生じた、ため、最後のプリンスビショップであるバン・ミルダート司教の指導によりダラム大聖堂司教参事会が、大聖堂の組織改装作成、これが1832年に議会により承認された。通常、これをもって、 ダラム大学の設立とする。1833年に、ダラム大学は実際に開校したが、設立直居場が発行されたのは1837年6月1日で、あり、その7日後に第一期の卒業生を送り出した。ダラム大学は、オックスフォード大学、ケンブリッジ大学と同様、カレッジの集合体であり、計1 6のカレッジから構成されている。 ダラム大学のキャンパスは2カ所に分かれており、一つは世界遺産であるダラム城、ダラム大聖堂を有する大学都市、ダラム市街に、もう一つは約30キロ南にあるストックトンイコールオイコールティーズに新鋭の設備を備えたクイーンズキャンパスがある。両キャンパス間は定期的にシャトルバスが運行されている。ダラムキャンパスでは世界遺産である。 ダラム城がの施設として使われており、同カレッジの学生はダラム城内に住むことができる。ダラム大聖堂は映画ハリー・ポッターのロケにも使われており、入学式や卒業式はこの世界遺産の大聖堂で行われる。2016年現在、ダラム大学には16のカレッジがある。ダラムキャンパスに14カレッジ、そしてストックトンのクイーンズキャンパスに2カレッジがある。 なお、ダラムキャンパスには、帝京大学ダラム文校がある。ダラム大学は1994年に設立された1994グループの参加校であったが、2012年に脱退。同年、ラッセルグループの加盟校となった。北イングランド地区8大学で構成するの、加盟校でもある。ダラム大学は次のような日本の大学と大学間、交流協定を結んでいる。 平成23年度文部科学省調査、登場順。東京大学、東京工業大学、熊本大学、帝京大学、早稲田大学、修日大学。また2012年には、京都大学とも学術交流協定を締結している。イギリスの新聞社による2014年ランキングにおいて、ダラム大学は、総合的に、英国で以下の順位に位置している。 2015年度のコンプリートユニバーシティガイドにおいて、イギリスの全123大学中5位であった。科目別では、英語、英文学、歴史学、神学、宗教学、スポーツ科学などの9科目において、イギリス全体1位。また、ダラム大学に設置されている全31科目すべてが、イギリスでトップ10内であった。 すべての科目がトップ10に入っている大学はイギリス全123大学の中でダラム大学だけである。2019年度の QS ワールドユニバーシティランキングスでは世界74位及び卒業生に対する世界主要企業の評価が世界33位、英国内9位となっており卒業生に対する世界の主要企業からの評価も高。2015年版の QS ワールドユニバーシティランキングスでは、総合61位であった。2015年版のタイムズハイアーエデュケーションでは、総合70位であった。また2014年度の科目別評価では、ダラム大学の15科目が評価の対象とされ、地理学が世界第4位、地球及び海洋科学が25位、物理学が42位、私学及び考古学が46位であった。 その他科学、教育学、英語学、法学、現代語、哲学、政治学、社会学が100位以内に入っている。QS 社の2011年に行った世界の主要1万7000社の人事部が大学卒業生を対象として評価で世界15位となっている。ダラムビジネススクールは ファイナンス分野が強く、フィナンシャルタイムズの会計学習志望に関する2013年のランキングで世界第31位となっている。国内ランキングと違い、世界ランキングであまり上位に位置しない理由には、医学系の学部がないことや研究より教育に力を入れていることが考えられる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。